皆さんこんにちは、ミルククリームです。もう8月ですよ。夏休み、今月は展示会の月ですので、このカレンダーも展示しちゃおーっと。皆さんも三島スカイウォークにぜひ見に来てくださいね。お待ちしております。それでは1枚目のカレンダー作っていきます。8月は葉月と言います。まだまだ暑い日が続く8月、暦の名前だけでも涼しげにしようとこの名がついたそうです。なので葉月という文字はいつもの水筆とパステルの緑で描きました。続いて小さな文字は楷書用筆ペンで書いています。そのまま、その楷書用筆ペンでクワガタとカブトムシを描きます。今描いているのがクワガタですよね。そして次に描くのがカブトムシなんですけれども、多分見えると思います。カブトムシの方がちょっとだけデブッチョに書いていくといいと思います。今年の夏も子供たち虫取りなんかに行けるといいなぁと思ってます。上の方にはこの虫さんたちが大好きなスイカ描いています。スイカは緑と赤で描き、種は黒のボールペンで点々点と書いていきました。虫さんたちの嬉しそうな顔とハートマーク、そしてほっぺたも忘れないように描いてください。最後に赤でオーガストと書いて終了です。1枚目の茶色のスケッチブックに貼る横書きの絵が出来上がりました。では茶色のスケッチブックに日付を入れていきます。こちらは少し大きめなスケッチブックですので、枠を書いて日付を入れていきます。枠は黒の筆ペンでフリーハンドで書いています。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サーズデー、フライデー、サタデー。サンデーは黒、サタデーは青で書いていきます。今月は8月の10日もお休みなんですよね。そこも赤で書いていきます。平日は黒の筆ペンで書きました。せっかく枠を書きましたので、数字は小さく左上の方に書いてください。そうすれば書き込みができるカレンダーとなります。緑色の筆ペンに持ち替えまして、2020年8月、オーガストと書いたら、私はステッカーのようなもので貼ってますけれども、マスキングテープで貼っていただければいいと思います。続いて縦書きいきます。お花書いているんですけれども、これは高山植物のエーデルワイスのつもりです。白いお花なのでちょっと青めに書いておりますけれども、ふわふわ感はこのピンク色で表しています。まああまりエーテルワイスに見えませんけれども、エーテルワイスということでご勘弁ください。同じく葉月という文字は緑色で書きまして、山には高山植物も生き生きと咲く頃と硬質用の筆ペンで書きました。最後にまた緑色でオーガストと書き入れて終了です。これをまたカレンダーに貼っていきますので、白い方のスケッチブックを出して付けを入れていきます。日曜日と祭日は赤、平日は黒、土曜日は青で書いていきます。今回は日曜日から始まるカレンダーにしてみました。8月オーガストと入れましたら、こちらもステッカーのようなもの、マスキングテープでいいですので貼っていきまして、出来上がりということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。グッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録も忘れないでしてください。それではまたお会いできる日を楽しみにしております。またね。